はい、田中正造を朗読する15分を始めたいと思います。昨日はですね、この雲龍寺法華経書簡を、一通り読み終わったんですけれども、その後に、ちょっと不思議なですね、随心のような文章がですね、あります。昨日一応最後の一行は読んだことになっているんですが、そこから多分続いているのかなと思うんです。ここからちょっと読ませていただきます。立腹するとせざるとは諸子の御勝手なり、病中強いてこの書を作るというふうにありましてこの手紙のですね、後に、こんなことが書いてありますね。腐敗撲滅堤防ここの後3文字ぐらい、内容がわからない、読めないということですかね。何のかの村中の分離に尽力せぬは田中が冷淡。はい。村の中で分離がある。これは、おそらく、この、示談の問題、かなと思うんですが、その前にこのちょっと読めない字があるので何ともわからないんですけど、堤防と関係があるかもしれないというところですね。でこの村の中で分離というのが出てきているというのに対して田中はですね、冷淡にも尽力していないとあります。次丸印、この丸印が話題を変えてる感じで、要するに箇条書きのような感じですね。で、船津川は曰く。この船津川ってのは、現在だと佐野市に含まれる、地名ですね。安太郎を攻撃せぬ田中は八方美人になり。で、この安太郎ってのは、この後に出てきますが、荒井安太郎のことだと思います。で、この、荒井安太郎もはですね、やっぱり立憲改進党関係で田中とは、一応、同じ立場から、政党から出発しておりますが、おそらくこの頃は県会議員なのかなという、感じですね。ちょっと、詳しくは、調べられませんでしたが。で、その安太郎のことを田中は攻撃しない。これは田中が八方美人。先ほどの、文章は、田中は冷淡だと。次は、田中は八方美人だと。これ、要するに田中に対する悪口ですね。北さるた、小泉が節操がない。これ、田中の罪だ。やっぱり田中に対する、非難。悪口というか、非難、批判ですね。丸印。奥戸に遠納ができたは、田中派等が反対を利した馬鹿だ。茨城運動は馬鹿だと。地方よりは攻撃のみ。天草へ、荒井安太郎は、昨日以来、要言して、要するにこと上げしてですね、先ほども出てきた荒井安太郎のことですね。自公は、田中に反対すと、吹聴して、歩きゆくにあらずや。これですね。だから、荒井安太郎が田中とはですね、反対だと。反対の立場を取るぞというふうに言って歩いていると。船津川は、田中が安太郎を保護すると怒り。小林定太郎老人は曰く、田中は忍耐なしと。はい。もう、田中に対する、要するに、批判が、この手紙には散りばめられてますね。東京で怒鳴る、かっこ、ずるいと、忍耐の誤解。このずるいと忍耐の誤解っていうのは、かっこ書きで、かっこ書きの中に丸印がまたあって、短期と不忍耐との誤解と。そういうことですね。で、田中は要するに、安太郎について、我慢してるんだと。忍耐してるんだと。ところが、この保護してるとか、まあ先ほどは八方美人だとかっていうふうに言われていて、まあずるいということになるんでしょうか。で、もう一つは短気と不忍耐との誤解。で、これは田中はですね、時々その、これは我慢できないと言って、まあ東京から怒鳴っているわけですが、まあこれはですね、短気だというふうに誤解されていると。まあこれ以上は我慢できないということで、東京から怒鳴りの手紙を出したりしてるわけですが、これをですね、単なる短気だというふうに誤解されていると。まあ、これは格好書きの中は田中の気持ちでしょうね。だから、ずるいと誤解されている。それから、短気だと誤解されているという。で、格好閉じは、格好が終わります。やれ示談、やれ仲裁、だというふうにそれで言われると。まあ、これは、田中としては、この示談とか仲裁に反対の立場なんで、やれ示談、やれ仲裁っていうのは、もう二言目にはそれをですね、きつく、田中が非難しているということ、ですかね。丸印。あまり事件が長引く。これ誰が長引かす。運動は嫌だ。損害金は早く来たれ。こんなの矛盾してるぞということですね。運動は嫌なんだけど、損害金早く来てほしいと。衛生などはどうでもよい。境の村の高輪。まあ、その地域でしょうかね。で、また、格好空きがあり、苗代田の、これは、多分、苗代田ですかね、地名で、の西岸には、用わないと。これはまあ、用いないとっていうふうに今日だったら書くでしょうか。用いないとは、足利の世論。はい。だから、足利の世論としては、この西岸、苗代田、これ違うか、地名じゃないか。まあ、この、田んぼの中にもいろいろあってですね、こう苗代をこう、育てるための田んぼということでしょうか。まあそれの、西岸には用いないというのは足利の世論だということです。この辺りは田中に関してのことなのか、損害金のことに関してなのかというのがちょっと文脈的には不明瞭ですね。核のごときものを集めて、一個の弾丸となす。まあ、団子の団に丸なんですけど、まあ、弾丸と読むのが適切かなと思いますが、あるいはその弾丸なんだけど、要するにいわゆる鉄砲の弾丸とかじゃなくて、塊ということですかね。その焦点におるものは、一問なくとも、とは言わぬけれども、下宿料は8、9円あれば足りるもの。余り量が多すぎる。さて、世の中はこんなものか知らねども、ご集会の説には、今、少々、在京小生らにも余地を与えねば、ただ、半途に倒るのみ。ということですね。今、だから、集会をするということなんですが、東京にも、まあ、人がいて、まあ、この小生ってのは田中自身のことですが、いつも普段は東京にいるわけですね。で、この集会といったら、まあ、ちょっと少しは、その東京にいる人たちにも余地を与えてくださいと、余裕を持ってくださいということでしょうか。これ実際に雲龍寺で集会があるというので、田中が言ったら、みんな東京に、行く途中だ、もういないと。そういうことが昔とかちょっと前にありましたね。で、その焦点におるものは、一文なくともとは、言わぬけれども、下宿料は8、9円あれば足りるもの。すいません、一文じゃないですね。一文ですね、お金の話ですからね。まあ、一文なくともとは言わぬけれどもと。まあ、一文がないとしてもですね、大丈夫なんだ。そういうことは言わないということでしょうかね。下宿料は、実に宿泊料です。8、9円あれば足りるもの。8、9円あったら立派ですね。もちろん一泊で済むわけないので、しばらく、いるわけですね。今日のお金で言うと、2、3万円ということになりますでしょうかね。3万円ぐらいですかね。それぐらいあって、安いところに泊まるようにすれば、何日間かは滞在ができるということでしょう。で、あまり用が多すぎる。さて、世の中は、こんなものか知らねえぞも。ご集会の説には、今少々在京小生らにも余地を与えねば、これ先ほどと同じですかね。ただ半島に倒れるのみですから、在京東京に住んでいる人たちのことを少しは考えてください。つまりもういるだけで宿泊費がかかっていくということですね。ご集会の説には、我々にも余裕を持ってください。そうじゃないと道の途中で倒れてしまいますよと。これ冗談じゃなくて本当に気候にもよりますけれど、結構離れてはいると思います。で、これこの時期だとでも鉄道もですね通っているかとは思いますが、でも不便なので歩く距離はそこそこあるんじゃないかと。こんなバタバタして手紙をよこす田中は女のようだね。これは時代が時代ですので、女のようだねっていうのは、女性はとてもカチンとくるというか、バカにしているのかと思われるかもしれませんが、私ではなくて田中が言っていることです。どうぞ、ご容赦ください。というわけで、田中は結構ね、自分がどう言われているのかということを拾ってますね。この手紙の追伸みたいな感じですが、そこだけ読むと、田中は冷淡だ。田中は八方美人だ。田中の罪だ。で、この荒井安太郎がいろいろと反対のことを言うのは、田中のせいだと。それから田中は忍耐がない。東京で怒鳴る。ということです。それから、ある人の中にはですね、こういうことを言ったりしながら、事件が長すぎると、長引きすぎると。だからもう運動は嫌だから、損害金は、だけはもらいたいと。そういうことですね。これも、ある種、被害民たちのリアリティとして、受け止めなければいけないのかなというふうに思っております。彼らには彼らなりのこの論理とか理由があって、そういうことを言っているんだと。いうことですね。一方、下宿料は8、9円あれば足りるものあまり用が多すぎるということも言ってます。このあたり、お金の問題、いろいろとですね、出てますね。はい。で、いずれにせよ、この東京にいる人たちに対して、もうちょっと配慮してもらってもいいんじゃないか。で、もうちょっと言いたいことが田中にあるとしたら、自分のことをですね、ちょっと悪く言い過ぎじゃないかと、人々がですね、ということをちょっと若干愚痴ってるような雰囲気の、ちょっと不思議な文章というか、手紙とほぼ同じぐらいの分量を書かれてますね。で、10月、四角日、これは読めないということですが、最初のところによると、10月18日の書簡だということが分かってます。で、あとは以下、名前の列挙なのでちょっと省きますが、雲龍寺様以下、この辺りで聞く、有名な人の名前が何人かであります。そうですね。これも結構、名前の列挙が多いですね。で、一番最後に、握り殺しご無用とあります。で、この握り殺しっていうのは、この地域のですね、いろんな知識人の人たちに手紙を出すんだけれども、返事返ってこない。だから握り殺されているということを前に、手紙の本文の方で言ってましたよね。で、これらの人たち、連名でしっかり名前を書いてですね、この人たちに読んでほしい。で、握り殺しはするなよと。まあ、もちろん、しないと思いますが、雲龍寺経由で、運動をしている人たちですのでね。でも、まあ、この辺、田中はちょっと、ひがみっぽくなってるんじゃないかなというふうに思います。まあ、学校でですね、真面目に遅刻せずに、登校してきてる人に、最近遅刻が多い、遅刻するなよっていうふうに言ってるようなもんです。この人たちは、握り殺しゴムよって言われても、我々は握り殺すわけないでしょ、田中さんと。まあ、言ってて、なんか、若干被害妄想が入っていい感じが見受けられますね。まあ、うん。まあ、これらの宛先。熱心な、まあ、運動家たちなわけですね。熱心な運動家。なので、握り殺さないでくださいよと。というのは、まあ、なんていうか、あまり心配する必要がないとは思いますね。まあ、ちょっと被害妄想という言い方はあまりちょっときついかもしれないんですが、というのは、まあ、ちょっと気にしすぎっていうのかな。自分に対する被害民の態度に対して、過敏だと。まあ、これは言えるかなと思いますね。被害妄想はちょっと私、まあそうですね、田中を形容するにちょっと気の毒というか、感じがしますが、自分に対する被害民の、見方というか言動ですかね。まあ、評価ですかね。はい。で、これ、先ほどのが18日でした。で、次、10月18日から、28日、次の書簡が28日ですので、その動きをちょっとさっと読みたいと思います。時間があまりないので。で、この期間、10月19日、栃木、群馬の、3郡9村の被害民総代が請願書。10月20日、群馬県栃木県の2郡7村の被害民が大倉大臣宛てに願い書、収穫が減災されているか立証した。10月22日、大浦郡村長10人の連署で請願書、渡瀬川堤防改築請願書と。で、10月下旬は田中正造が貴族院議員有志の鉱毒問題研究会に立って説明したと。こういう研究会があったということですね。まあ、私も、なんか、その場を見たいなという感じですが。ここら辺はなんかね、残ってるんですかね、資料がね。はい。で、10月の、日付は不明なんですけれども、大浦郡の22町村、町長と村長ですね。公害被害処分請願。で、10月、同じく日付不明で、小道山工業天使、青函同盟事務所の室田中七が一時的に帰郷し、免訴制限の組織化にあたると。まあ、この室田さんもですね、結構よく出てくる名前です。はい。それでは今日はここまでにしたいと思います。